やっぱ映像とかで見るのと違って目の前で見ると大きいから。そうですね。なんか事前にここだけは知っておくべきみたいなことってあるんですか？そうですね、馬ってとても臆病な動物だから、うん、馬の近くで大きな声を出したり、ちょっと僕ら気をつけないとちゃんとあのノリちゃんすぐでかい声出すはい、わかりました。静かにしてってことで、じゃあちょっとせっかくだから乗る方の馬にご挨拶させていただきたいんですけれども。そうですね、はい、はい、で振り方なんですけど、はい、こう目の前に立っていきなり手を上げちゃうと馬怖がっちゃうから、はいはい、ちょっと斜め前に立って首を撫でる感じで斜め前にお願いします。はじめまして、良平です。よろしく。よろしく。なんか優しい顔してます ね、 いい子やね。よろしくね。おい、どうですか？あ、気に入りありがとう。気持ちいい。でこれアイブって言ってね、よく褒めてあげて、首の付け根をポンポンポンって叩いてあげて、ありがとうな。かわいい。でも俺これ半年乗ってられる。本当ですか、うん、あ、馬に目覚めました。なんか怖いけどなんかすごい、なん乗って、あ、乗りたい、早く乗りたいです。わかんないわこれ。でもなんかすごいもう相棒感出てますよ。でバランスも良かったんで。あ、本当ですか、うん、センスありますよ。お、いや、センスあるんですだぜ。いや、乗馬できるってすごい誇らしい気持ちになる。いい絵ですよ。もすごくいい絵。よかったよ、変わってやるよ。じゃあしょうがねえな。ちょっと休んでもらいたいしな。ありがとう、ラインドライブありがとう。ありがとうね。全然怖くなかったっつったら嘘だけど。お前すごいな。木村さんお疲れ様でした。ラインドライブともとっても仲良くなれたみたいですね。人参です。あ、可愛いサイズですね。人参です、うんうん、はい、え、あやっぱり人参好きなんだね。お話と同じだ ね、 じゃあラインドライブ今日はありがとうな。乾杯。乾杯。うん、うん、ちっちゃいなお前にはな。これしかないもんだって。おいしい、おいしい。あ、そう、手から食べるって嬉しいね。ねえ。温かいもん、ぜひ。おかわり。おかわり、いいですか？2本まで。2本まで。2本までいけるそうです。うん、食べ過ぎ禁止ということで。今日のラストはすまねえな。食べろ。いいね、おいしいね、おいしいね。やったね。かわいい。かわいい。ほんとかわいい。ほんとにかわいい。ありがとうね、今日はね。